じゃあまず後期に聞いていきたいのが、あの受かった大学を全て教えてください。関西大学システム理工学部と、うん、近畿大学理工学部と、うん、龍谷大学理工学部です。おめでとうございます。進学はどちらに？関西大学。関西大学ですね。素敵なキャンパスライフを送ってください。はい。7月までは結構遊んでたわけでしょ、はい、で7月まで遊んでて、いざ勉強するってなっても結構誘惑とか周りにあったんちゃう？そうですね、うん、確かに、うん、そういうのをどういうふうに振り払っていったというか、どう乗り越えていった？そうですね、とりあえず入塾して、うん、で自習室に来てみて、うんうん、入った時はもうやるぞっていう感じだったんで、はい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 、で自習室に来て、うん、で1週間ぐらいとりあえず通ってみて、うん、でそれで周りの人が、うん、自分以外の人が、うん、いつも自分より早く来て遅くまでやってる人とかがいて、はい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 、自分側がだいぶあるのに、うん、遊んでる場合じゃないなと思って。俺よりこいつら早くやってるのに自習室の勉強時間も俺より長いやんけと思ったわけや。そうです、うん、それそうなんか絶対追いつけないんで、うん、それでもう自分のモチベーションめっちゃ上がって、うんうんうん、とかあの遊んでたりとか、はいはい、ツイッターとかで見たりするんですよ、うん、はいはいはい、それでも俺は俺やからと思って、うん、出た俺は俺やからわざとらしすぎるけど俺は俺やから、伝統美濃高校軽音部伝統の俺は俺やから出ましたほとんどの視聴者分からへんからねこれほとんどの視聴者分からへんから、まあ、うまいこと編集でやってください後期に最後言ってほしいのが、まあ、今から受験勉強をするという後輩たちがいるわけやんか、はい、そういう後輩たちに何かアドバイスがあれば教えてください。自分が言いたいのは、大事にしてほしいことが2つあって、うんうん、1つはまず勉強をある程度してきたら、うん、勉強が作業になってきたことがあると思うんですよ。はいはいはい。でその作業になってたらダメで、うん、こなすだけになってたらダメで、学力それ伸びてなくて、その中で自分の弱点であったりとか、うん、そういう自分に必要なものを常に考え続けてほしいと思います。なるほど、うん、素晴らしい意見ですね。ちょっと一つだけ僕もお話していいでしょうか、はい、あの抽象度を上げるというお話で、これもう何度もいろんなところでしてる話なんですけど、レンガを積んでる人が、3人いますと。その一人の人に、なんでレンガを積んでるんですかって聞いたら、僕は仕事をしているんですっていう。2人目の人に、なんでレンガ積んでるんですかって聞いたら、僕はレンガを作って大聖堂を作ろうと思ってるんですというふうに言う。3人目の人に聞いたら、なんでレンガを積んでるんですかって聞いたら、僕は教会を作って世界の人を救おうと思ってるんですっていうふうに言う。全員同じレンガを積むという作業やけど、抽象度が高いことを考えてる人間の方がよりその目の前の成果が自分に大きく跳ね返ってくるよね、はい、うん、だから勉強してたら作業芸になってまうというふうにさっき言ってたわけやけど、コンサルから言われたり誰かから言われてたからやってるのと、自分で考えながら能動的にやってるのでは全然結果が違うから、そういうところをしっかり後輩にもやってほしいなというところですね、はい、2つ目はもう一つは、うん、ポジティブ思考であり続けろってことで、はい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 、自分はできるって思ってやってるやつと、うん、ああ無理やって思いながらやってるやつやったら、絶対自分できるって思ってるやつの方が伸びると思うんですよ、うんうんうん、ポジティブなこと考えとったら、うん、結果もポジティブになるし、ネガティブなこと考えとったら結果もネガティブになると思うんです、うん、そうポジティブにやりすぎる、はい、2つやね、作業になるな、自分で考えてしっかりやりなさいということと、ポジティブであり続けろということやね、はい、すごく両方大事なことだと思います。ありがとうございます。わざわざ塾に通わせてもらって迷惑もいっぱいかけたと思いますけど、ありがとうございました。大人になってしっかり返しますんで、これからもよろしくお願いします。